再入国許可とは日本に在留する外国人が一時的に外国へ出国し再び日本に戻る予定である際に出入国管理を簡略化するため日本を出国前にあらかじめ日本国政府から与えられる特別な許可である。日本では入管法第26条にて定められている。再入国許可証印本来外国人が一時帰国や 旅行などのため日本を出国すると、元々の在留許可の効力は消滅してしまい、再入国する際には、再び一から詐称を取得し直す必要がある。詐称の取得には、非常に手間と時間がかかる。その一切の手間を省き、再入国の上陸審査を簡略化するために設けられた。再入国許可を受けた外国人は、出国しても在留許可の効力が切れずに、 再び入国できる。また、在留資格も消滅しない。再入国許可は、日本を出国する前に受けなければならない。なお、永住者や特別永住者も、日本を出るときは、再入国許可を得なければ、その資格を失う。再入国許可が与えられるのは、日本に在留する、外国人で、退去強制手続き中でなく、在留資格の活動を、今後も続ける。 見込みのあるものである。期限は在留許可の在留期限を超えず、かつ5年を超えない範囲内で決められる。申請する際は必ず出国前に居住地の地方入国管理局へ申請する。申請し問題がなければ即日で交付される。再入国許可証はパスポートにシールとして貼られるが、パスポートがない場合は再入国許可書が発行される。 2012年7月9日より有効な旅券を所持の上、出国後1年以内に再入国し、日本での活動を継続する見込みのある場合は、原則として事前に再入国許可を受ける必要はなくなった。この場合、出国時にみなし再入国許可による出国を希望する旨を申告すると、再入国許可を受けて出国したものとみなされ、1年以内の 再入国が認められる。なお出国時に、この申告を忘れると、単純出国扱いとなって、在留許可の効力は消滅する。また、みなし再入国許可の期間は延長することができない。ため、1年以内に再入国できなければ、在留資格を失う。特別永住者は2年。ただし、日本政府は朝鮮民主主義人民共和国旅券を、 有効な旅券と認めていないため、仮に同国の旅券を持っていたとしても朝鮮籍保有者はみなし再入国強化制度の対象外となっている。日本では以下の2種類がある。数字のものは有効期限内であれば何度でも再入国できる。ただし数字では取得理由を尋ねられる場合もある。韓国でも日本とほぼ同じく。 91日以上の長期滞在者が一時、出国する場合は、再入国許可を得る必要がある。ただし、現在は、制度改正により、出国後1年以内は2年以内に再入国しようと、する場合は原則として免除される。種類は、日本と同じ2種類がある。永住権の保持者は12ヶ月以上米国を離れる、際に再入国許可証が必要である。 12ヶ月以内の短期での米国へ再入国予定であっても年間183日以上米国外に滞在する場合は米国での居住実態がないとみなされ入国拒否を受ける可能性もあるそのため現在は1年未満米国を離れる場合でも永住権の保持のために再入国許可証の取得が必要となることもある再入国許可の有効期限は最長2年間で 何度でも出入国が保障され、有効期限後は複数回の連続申請も申請内容により可能である。ただし、すべての再入国申請が認められるものではないのが問題点とされている。日本国法務省は、日本に在住する日本国籍を保持していない、かつ有効な旅券を所持していない者に、旅行証明書として再入国許可書を交付する。 再入国許可書はパスポートサイズ28ページからなる。再入国許可書は本来日本への再入国を担保する書類であり、パスポートのように海外への渡航文書としての効力はない。しかしながら上記の理由からパスポートの代わりとして利用される場合もあり、ほとんどの国家では、詐称取得の上、入国審査の上で再入国許可書での入国を認めている。 再入国許可書の発行手数料は再入国許可と同じ。ただし、みなし再入国許可の申請は認められません。ありがとうございます。